俺より人思いに頼むぞ。永月、無事に無力化できたな。ではやるぞ、伊織。いや、永月は壊さない。永月の義によって江戸の民が死ぬ、悪しきことは許されぬことだ。それはわかる。だがこれ以上見て見ぬふりはできない。平穏の世にあって乾きに乾いた己がうちの剣を。セイバー、俺は永月を災いとして永遠に残す。そうか。驚かないのか、セイバー。驚かないよ。君はそうするしかないだろうと分かっていた。君の言う通り、勝つために相手の気持ちを考えたんだ。ああ、それは勝てないな。生まれる時代を間違えた。己の我を殺し、欲を殺し、太平の世の空気を拒んだ。それこそ息をしない屍のように。剣の道はついえていたんだ。だが剣としてお前に打ち壊された。まさに望んだ通りの人生だ。長い夢のようだったが。伊織、あの夜殺
されるはずだった港の一夜からずっと続く月に焦がれるような夢だった。なんだ、まったく師匠も人が悪い。剣であってもこれ以上はない。共に恵まれることがあるじゃないか。本来なら君に私の願いを叶えてもらう、もしももあったのだろう。でもいいんだ、願いは叶った。これ以上は望めない。宮本伊織、君こそは